神奈川県横浜市の子どもの国の前に来ておりますね。この近辺でね、第2話のですね、ロケ地がね、いくつかあるわけなんですよね。でね、見るとね、ここのね、赤いね、歩道橋ですね。この歩道橋がやっぱりね、出てきますからね。やっぱで、この周りにはね、一応ね、緑山スタジオっていうスタジオもございまして、そこの中でも一応ね撮影されているみたいなんですけど、でもそこはちょっとね敷地内に入ることができないので、ちょっとね撮影は難しいと思いますが、とりあえずこの子どもの国近辺をちょっと今からね散策したいと思います。はい、3人が歩いてた場所はどこかこの辺だと思うんですよね。とね、この歩道橋が赤いと想定すると、まあ、アングル的にこの辺かなーなんて思うんですよね。で、ここを歩いてるとちょうどねこんな感じでしょうか。ちょっとね、ここ上がまだ今工事中なんで、補修中なんでこうなりますけど、多分このアングルだと思いますね。はい、この後ねトイレの前のシーンとかあるんですけど、トイレは多分反対側かな。ちょっとね今から行ってみて確かめてみたいと思います。ドラマで出てきたトイレですけど、この前のトイレね、ちょうど出てきますね。この中でね、撮影行われてますね。はい。そしてですね、2人が隠れてたのはここだと思いますね。ちょうどね、木が2つあって、奥の方から隠れて見てるっていう、ちょうどね、このアングルでね、見てますね。で、その後トイレの中から出てくるシーンもありますからね、ちょうどね、この選手とか。で、ここに歩道橋がありまして、この歩道橋の前でね、こう、こう掴まれてるシーンっていうのがまさにここでございます。はい、どうでしょう。で、この後ここにガーッと逃げていく感じですよね。ドラマだとここガーッと逃げていくっていう感じですね。はい、トンネルの中を走り抜けるシーンっていうのがね、一応ねこの敷地内にあるっていうことらしいので、ちょっと今からね大人の僕が探したいと思います。はい、はい、子どもの国内正面にねトンネル見えてまいりましたね。意外とねすぐ見つかりましたね、このねトンネル内ですね。ちょうどねこう走ってくる姿ありますね。はい、ちょうどこのねこのマークとかも一緒ですからね、ちょうどここでございますね。はーい、はい、今ね横浜市青葉区 TBS スタジオという前に来ておりますね。ここの中でですね、どうやらね第2話のラストのシーン、トンネルの前のバス停、のシーンがここの場面、ここの中で撮影されてるんですけど、もちろん中には入ることができません。ちょっとね外からね、できる確認できる場所はちょっとね確認してみたいと今から思います。第2話のラストのシーンの場所なんですけど、ちょっとねこの敷地内は入ることができないで、ちょっとね見えますかね向こうにトンネル、ちょっとね拡大しますけど、ここまさにここがねロケ地となってるんですよね。はい、いやーここでねいろいろ、バス停があったりしたんですけど、ちょっとね中入ることができなくて、こんな場所から見えるんですけど、はい、今緑山スタジオ内今ちょっと撮影してますが、どうでしょう、ここのね、山みたいなのここをね、トールたちが走ってて、この斜面をね、駆け下りてたっていうのはね一応想像できますね。はい、ちょっと外からしかね撮影できないんですけどね、残念ですね。どうでしょう、ここの先、この先にねバス停があって、で最後ラストのはちゃめちゃのシーンはねおそらくここで撮られてると思います。最後ね、最後のシーンでしたね。はい、外からだとねこう確認することができます。はい、こんな感じです。はい、小田急相模原駅前やってまいりました。右の店ですがね、なんとねノーパン喫茶のあった店でございますね。第2話での最初の方出てきますよね。ここにねから出てくる、トールたちってのがいるんですよね。ちょうどここなんですよね、この店です。ただですね、ここだって言われてもね全くね面影ないんですよね。ビルとかも全く変わってまして、なんかないかと思ってね、ちょっとこの先ここのね家のポンって書いてある
奥に見えるあの建物ありますね、白い建物。この建物がねちょっと奥にねあるんで、ね、ちょっと行ってみますかね。はい、はい、ちょっと歩くとね、このビル見えてまいりました。接骨院のビルがあってこのビルなんですよね。はい、ちょっとねここからだと分かりにくいんですけど、このアングルですよね。はい、これ一緒なんですよね、全くね。どうでしょう。はい、このね建物が同じってことでですね、やはりねこの先の角にね農パン喫茶があったっていうことがね証明できたわけですね。はい、農パンしゃぶしゃぶのあった店がここだとすると、坂東英二さんからこうお金をもらってるシーンっていうのがねこの辺だと思うんですよね。後ろの方にあの何でしょう、電車がありまして、ちょうど電車が通る道なんここの道沿いだと思うんですけど、でなんか痕跡ないかと探したんですけど、ここねよく見ると全く一緒なんですよね。あと奥のねこう線路があって、家までは分かんないんですけど、おそらくここで間違いないと思いますね。はい、はい、ちなみにね向こうがねノーパン喫茶のあのあったビルでして、そこからこうぐるーっとここ行きまして、すぐのところにですねここにね相模松枝クリニックってございます。ここですね、ここもねあのね塾のねあったビルになりますけど、まあ、全然今は全然違ってますね。はい、こんな感じです。はい、というわけでですね今日はね第2話のですね神奈川県横浜市の青葉区の、子どもの国公園、そしてね緑山スタジオ、そしてここ、ノーパンしゃぶしゃぶのねあったねの、ここ、巡ってまいりました。いかがでしたでしょうか。37年経ってもですね痕跡というものはねやっぱね探せばなんとか見つかるもんなんですよ。いかがでしたでしょうか。まあこれからもまだね毎度お探しさせますのね、ロケ地巡りまだまだねやろうと思ってます。はい、お楽しみに。